GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットスタッフの大山とヘドロです。前回私がこれを選んで、はい、騙されたので、はい、バッドエンド、これを時間をスキップすると、はい、するとバッドエンドから逃れられると、はい、いやーやってくれましたねあなた体育館から出てきた七咲に笑われた。さあ期限的にはまあどっちかっていうと、ね、まあ、こっちの方が短いから、うん、じゃあこっちからいきますか、うん。これと言って誰もいないな。そろそろ帰るって。あ、七咲。どうも。ああ、いえ、なんでもないです。ん？どうかしました？会っていきなり笑われたりしたらあんまりいい気はしないだろう。どうしてそういうこと言うかな。騙された時の僕の顔でも思い出して笑ったんだろう。どう違うんだよ。先輩を笑ったつもりはないということです。ただ私が先輩にラブレターを出すところを想像して妄想してたってことですか。これつまり妄想ですよね。妄想兵器ですよ。妄想族です。悪くしました。だったら私自分がそういうことには疎いので。疎いんですか。恋愛には疎いんですか。幼稚園小学校中学で彼氏いなかったんですか。あ、そういえばこのラブレターって仕返しだった。そうだよ。じゃあ仕方ありませんね。ごめんなさい。私は別に照れちゃって。罪を憎んで人を憎まず的な感じの子ですね。失礼します。引きずらないのはいいですね。結構しっかりした感じの女の子ですね。ラブレターを出す感じではないですけど欲しいですね。そういう子からこそ。ふえー、冷え込みますね。このめっきり寒くなって冬ですからね。朝が辛い季節、確かに私も起きれないですね。元気な声の人は。ケンタロウとかは。あ、でも朝からそんなに元気じゃないですもんね。なるほどね。あなた。今日の練習なんですか？そうだ。そうね。この声は大きなコートですね。意外な組み合わせだけど、あの二人って知り合いというか、水泳部ですからね。ええ。大変だとは思うけど、いい結果に。先輩の手袋が可愛らしいですね。はい。ありがとうございます。期待してるわよ。楢崎は水泳が上手いんですよね。水泳が上手いってどういうこと？泳ぐのがね。泳ぐの早いってことね。そう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 。特待生レベルなんですかね。どうなんだろうね。でも期待はされてんじゃない？っていうことですね。うん、そんな普通1年生が練習メニューに口出しでなんかしようもんならもうボコボコですよね。普通の高校なら。さあ、楢崎との会話です。驚いたような顔。はい。ちょっといいかい？少し話でもしようよ。さあなんだ、世間話。いいね。視力はいい方なの？2.0。かなりいい方だね。あまり勉強していないからか、小学校の頃から変わりないんです。私はね、夜遅くにね、本を読んでて視力悪くなりましたね。恋愛。付き合ったことってあるのか？ありません。よし。じゃあまだ天然物だな。君どういうことだいそれ。何が？何が？なんか浮いものは美味しいみたいななんかそういうそういう雰囲気のこと言ってますけど。我々紳士のゲーム実況ですからね。あまり滅多なこと言わないでください。食べ物でいいですね。はい。
さあ、紳士による甘神楢崎攻略の動画で、好きな飲み物って飲み物健康的ですね。じゃあ濃厚桃ジュースとか好きじゃないんでしょうね。なんで濃厚桃ジュースってなんか濃いのあるでしょ。濃いのが好きじゃないらしいですよ。あ、さっぱりしたのが好き。なんで笑うんですか。いやでも行動でいいですよね。はい、あなたね、おかしいですよ。本当におかしいですよ。女性の視聴者に嫌われますよ。何がだよ、俺は何も言ってねえだろ。だって今この収録スタイルも私一番おかしいからな。ん？寝っ転がってよ、お前偉そうに。あなたのせいで何言ってるか全然分かんなかったでしょ。これ行動ですよね。行動ですよ。見つめてる、ね。頭これなんかしてんじゃないですか。あ、違う、顔近づけてんの。見つめ、そう、顔近づけてんの。こうやってぬーって。気持ち悪い。気持ち悪いですよね、これ普通に考えると。さあ、ナンバー5。なんすか？運動いきます？運動かな。運動いいっすね。イエー。これ早く最大値上げないとね。あ、そうね。うん。風呂上がりにストレッチとかするの？ねえ教えてよ。風呂上がりのこともっと教えて。風呂上がりどんな格好が好き？女性の。ジェラピケ。それ。うわあ、ケンタロウさん知らないの？あのモコモコのあれやん。あーあーああ。おいちゃんがヨキュンさんから結婚祝いにもらったやつ。似合わねえな。いやあれ着てるって考えると寒気しますよね、おいちゃんが。あのモコモコのね、柔らかい、うんうんうん、もうこんな時間、私もう少し先輩とお話ししたかったんですけど。好き好きな会話ですね。そうですね。また次回、また今度にお話の続きを。次の予定も確約ってことですから、はい、もう付き合ったようなもんですよね。でも正直そうですよね。ストーカー的発想。なんでやん。次の約束したやったらもう付き合ってるやん。あれ？すっきりした目覚めだな。あれ？あ、強制イベント。なんすか？奈良先の。お、マジ？うん。いつもより10分も遅い。とにかく急いで着替えないと。迎えに来てくれるってやつ？と一緒に食べてる。え、これ角でぶつかるやつ？違う。そうだ。プリンが冷蔵庫にあった気がする。チロン。あれ、これこの分ならいつもと同じ時間にはつけそうだ。とりあえず一安心。ねえねえ。ねえねえ、待って。おう、バレた。逃げるしかない。逃げて、逃げて楢崎に会うってことか。ここまで来ればいつもより早く着いちゃったよ。あ、水でも飲んでから教室にか。なるほど、水飲み場で楢崎に会うってことか。プールの水飲むってこと。ああ、珍しいな。水を飲んでも先客が。水だけねえだろ。アホか。楢崎って言うとね、やっぱり。あ、よく見れば楢崎じゃないか。ちょっと声でもかけてみよう。おはよう、寝る席。嫌な顔されましたね。何すか、喋り方が気に入らなかったっすか。あ、口に水入れても固まったりして。ん？どうしたんすか、どうしたんすか、どうしたんすか。今の声めっちゃおもろかったの。私が聞きたいです。おもろいな。先輩、何を笑われてんの。あの、すみません、その顔で近寄らない。画面偏差値のこと言ってるか、うん、あ、プリンついてんのか。絶対狙ってますよね。楢崎のこういう喋り方なんか新鮮やな。ええ、額に落書きが。お、どういうこと。うん、あの、真面目な顔しないでください。そう言われても。
あ、タオル貸してほしいな、君の匂いがついたやつ。すげえ水量で今笑ってたな。やっぱプールなんじゃん。今度は何だい、目の周りにインクがたまタオル、私の使っていいですよ。来た、うん、いい子だな。ありがとう、むしゃむしゃ。うーん、いい匂いがするな。そうだな、女の子のタオルでもない。もっとゴシゴシ拭いた方がいいですよ。私の顔の油つけていってことでござるか。これでどうかな、これでどうかな。あ、はい、少し赤くなってますけど、ちゃんと落ちてます。赤いのは君に恋しているからだよ。あ、指パッチうまくできなかった。タオルを洗って返すよ。おお、そうかい？はい、お気遣いなく。これって関節キスどころか関節細胞写しって感じやの。はあ、すごいね。じゃあ私はそろそろ。うん、失礼します。いい子、楢崎のおかげで助かったな。にしてもあいつがあれだけ笑うところなんて初めて見たけど、結構可愛いんだな。おっと、うおー、びっくりした。普通にびっくりした。みゃあ、走るの早すぎ。そうですね、こいつのせいですから。なんで落ちてるの。楢崎が教えてくれたんだよ。愛ちゃんが。そうだよ。ミアが必死で呼んでるのに。それでプリンじゃなかったですね。追いかけてきたんじゃなかったですね、プリンで。ニーニー、聞いてるの。でもさ、どうして顔に落書きなんかしたんだよ。ニーニーが福引きのことを忘れちゃわないようにだよ。手の甲に書きゃいる。あ、もうチャイム。ニーニー、当ててきてね。どんだけお気軽に当たんの。ニャーとの約束なのだ。こういうとこ可愛いよな。うん、今のやっぱりね、うん、ミャーと二人でハワイ行きたいな今思ったよね。散々な朝だったが、そうだ、急げ。もう増えた。お、楢崎条件解放。さあ、もうちょっと行きますよ今回。いきます。おう、楢崎じゃないか。あ、先輩、どうかしましたか。別に楢崎の姿を見かけたからちょっとでも話しよう。話、それは構いませんが。嫌がってますね。え、私のことを。そうだよ、夜もずっと君のことを考えてるんだ。そのうち俺なしじゃ生きれないようにしてやるぜ。私と何か。さあ、世間話かい。始まりは世間話。好きな季節ってあるのか。ん、教えてごらん。今かい、今。ああ、このゲームのね。そうそうね、そうね。好きな季節にじゃあ告白してあげようか。お、上限解放してるからまだいけるね。うん、勉強、運動。楢崎は体育の授業である種目では何が好き？基本的に体を動かすことが好きなので。体育の成績良さそうですね。うん、5でしょうね。お、もうマックスですよ。さあ、これはおしゃれかな。シャレをつなげばをしましょう。楢崎はどんなおしゃれ。私服でもスカート履くの。ほとんど履きません。履いてほしい。残念。ボーイッシュな子のスカートって可愛いよね。うーん、
結構キロットサロペットとかズボンも好きですけどね。座った時に折れたりすることです。本当スケベですよね。ねえ、どういう、普通そう思いますよね。うん、ああ、もうダウンしちゃった。さあ、ただしここで挽回。これ勉強ですかね。ですね。さあ、これでゲージがマックス。予習は毎日してません。おっと、勉強できないか。した方がいい。さあ、共感して終わった。さあ。うわー、アタックはまだか。うん。じゃあ、行動しましょう。思い切って七咲の頭を撫でてみようかな。七咲。本当うまいな。本当キモいですよね。行っちゃう？撫で撫で。柔らかい髪。いい匂い。タオルもいい匂いしましたからね。初めての目ですね。どうなんですかこれ、女性的には嬉しいですかこれ。なんで俺聞くの。いきなりされたらやっぱちょっと きついですか、ね、いや結構抵抗ある人とそうじゃない人いるんじゃないの。頭撫では結構キモいっていう人もいますからね。心許した人じゃないとじゃないとね、うん。男性の皆さん、このゲームを見て勘違いしないように。はい、痴漢って言われたら俺だからね。そうですね。学校ならまだまだしも。いや学校でダメでしょ。いや職場でやっちゃうよりマシでしょ。まあまあ。お前は頑張ったなーっつって頭ポンってやったらセクハラーっつって梅原にプール見学に誘われた、はい。他の生徒に見つからないように。よん大将暇そうだな。いやーまだ帰ってなかったのか。とびっきりのイベントがあるからな。水泳部の覗きでしょ。ああ。つまりは。ほれお前も一緒に行くんだよ。天国どこに連れて行くつもりなんだい。奥にサラリーマンいてますね。先生でしょ。違うか。あ、先生か。どっちの子。それかコート着てる。違うか。あ、コートかな。さあどっちのコースだい。んなの決まってるだろ。どういうこと。コースってどういうこと。男と女ってこと。時間いい。男と女だったら絶対女でしょ。女でしょ。温水季節なんて無関係、年中無休の水泳部様ってわけだ。本当にありがとう。悲しいかな。3年生はそろそろいい。いや3年生って塚原先輩ぐらいしかいないんじゃないですか。うん、連れてってやるよ。あ、ひょっとして、ああ取っておきて、こっそり見れるポイントがあるとか。なるほどね。屋上とか。でも屋根あるもんね。じゃ、うん、体育館の方から行くか、テラスの方から行くか。そのコース。え、これ選択肢出る？目的が目的なんだ。どうなんだろう。人に出ますよ。出る。どっち？あなたの好きな方。体育館でしょ。じゃあ。いいっすか？うん、いいよ。だって体育館裏で七咲の黒見たでしょ？うん。よし、じゃあそ。演技がいいというかね。うん。誰もいないぞ。体育館裏っつってるんだけど。おいおガタン。うわ、え、なんだ今の物音は。失敗した。あ、これ、ね、幸運の猫ちゃんですよ。猫かよ、うん、まったくどこから入り込んだんだ。じゃあもう一回隠れた猫を探して四つん這いになるところから。よし先を急ぐか。急げ。いい場所ですよ、うん、いい場所来ました。さあ甘いね。とっておきだと言っただろ。プール丸見えあるんだよ。初耳ですね。おん、そうだろそうだろ。そうですよ。ん、ん、
どうしてこんなところに。偶然ですよ。ちょうどマラソンのコース。あ、水泳部も走り込みとかするんですか。うん、あ、そうなんや。そう思うんでしたら、先輩方も少しは運動でもしたらどうです？あはははは。今日は諦めた。それじゃあ俺たちもあれ、ポイントはもういいんですか。見られへんの。いや、それは諦め。考えたら別の場所だ。あれ、え、これ選択肢おかしかった。いや、多分絶対どっちも無理か、うん、な、どっちにも来るだと思う。じゃあ次のベストポイントまで走っていくぞ。まあ、七崎はあれですね、エッチな先輩嫌いって言いますけど、多分本音では嫌いじゃないですか、うん、もう男子はしょうがないですねみたいな。おっと、いいぞ。仕方ね、次回は。ああ、次回か。くそ、にゃん、うん、よし、そろそろ次上上がるかな。あともう一回ゲージ上げてからかな。うん、いきましょう。お、水飲みに来たらハンカチの落とし物を見つけてしまった。拾って、これ匂いでわかるんじゃんねえ。奈良崎のやったら拾ってあげた方がいいで。可愛、うん、いハンカチ、一体誰の。可愛 いハンカチ、キョロキョロ。おっと、塚原先輩。いや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 。何がよしなんですか。お、七崎か。別に驚かせた。それよりそのハンカチってあの先輩のハンカチですか。あの先輩の。でしたら知ってる先輩なので私から渡しておきます。やっぱりそうなんや。うん、七崎のじゃなかったんか。なんだなんだ。それじゃあ私急ぎますから失礼します。手の組み合わせ方が実に女の子らしいんですよね、うん、ねんねんでねんねん席のやつ、拾ったら僕だってのにさ、よからシャシャレ出てきやがってよ、あの女。だいぶ悪態ついてますね。そんなに怒るんですか。めっちゃ怒ってますね。そんなに怒ること、え、今の大丈夫なんですか。なんかすげえ七崎へのマイナスイメージでしたけど。あ、ありますよ。ありますね、うん、新しいメニュー、新メニュー。ずいぶん空いてるんでゆっくり注文できますが、新しいのはシーフードカレーだが、あそこで早速食べてる輩がいると。どんな感じで。見てよ、このシーフードカレー。これは間違いなくあったじゃない。グミでプリズムココチューズ、私のサブリバイズな。よし、僕もシーフード。いくらぐらいなのな。400円とかかな。まあでも、もうメニューによっちゃそんぐらいじゃ。いいな。うちも社食で来てほしいな。ほんと、マジ思う。俺だったらトンカツかな。俺もトンカツかな。え、これシーフード、旬のものじゃなくてよかったん？わからん。今完全に自分が食べたやつやん。俺も。フードカレーととんかつ定食、どちらにするか決まったんですか？奈崎ちゃん。あれだけ人の食事をジロジロ見てればわかりますよ。ほんと洞察力すごいですよ、この彼女。ともかく、決まったのでしたら、優柔不断なんてみっともないです。決めんの早そうですね。こんなところに立ち止まられて、周りは迷惑そうにしてますけど。結局とんか食おばって書いてある。なんですけど。あ？先輩って上級生に対しての目つきがいやらしい。せやん。これも別にどっちでもいいんですよ。うん。そんなことないよ。返す前に注文
文したものを取ってください。後ろが疲れてるんですから。それにごまかしたって無駄ですよ。女の子はそういうことを肌で感じますから。じゃあそれで感じてんだな。すみません、私 B 定食のご飯少なめで。食おばがどうも初めて見るね。あんま意識しなかったな。ごめん、ご飯少なめでいいんや、うん、細いからね。え、一緒に食べへんの？一緒に食べようよ。感じてんだよきっと。やっぱ気にしてるな長崎も。そういうこと、うん、繰り返すぐらいからね、うん、ほんまこいつ周り見てないな、うん、同じようなこと思われている。なるほど。会話しよう。会話にしようか。すみません。え、向こうから。ちょっといいです。向こうから来たよ。え、向こうから来たよ。うん。そんなことある？大丈夫だよ。もう好き好きモードですね。いやー最初はよし、どれだ、運動いっちゃおう。運動いっちゃう、いっちゃう運動。腕立て伏せどのくらいできる？え、私、うん、さあどうでしょう。終わった運動いっちゃおう。もう一回運動いっちゃう。うん、聞いた。苦手な種目。苦手ですか。創作ダンス。あ、ダンスね、恥ずかしがりそうね。センスがあまりないから。お、さあだいぶ待ってきました。次は？次は行動いきましょうか。行動しちゃいます。Yes。褒めてみる。七崎ってなんだか落ち着いてるよね。おお、すげえ嬉しそう。嬉しいんかね。いいよ、すごくいい、うん、さあ広いな。教えてください。あなたの好きなやつ。エッチ。よし。マジ、うん、SE がすごいよ。おお、お風呂に入ったらまずどこを洗うの？風呂桶とか言わんといてくれよ。足の先ですかね。末端から全然エッチに感じてないですね。うん。へえ、そうなんだ。ちょっと前にテレビでやっていた受け売りなんですけど。エッチな感じにならないで。あ、照れちゃって。恥ずかしかったんですね。いいでしょいいでしょ、うん、まったく可愛いやつやで。はい、シャープ2、これで終了、はい、非常にスピーディー、うん、とてもスピーディー。淡々と言ってますが、抑えるとこは全部抑えてるので抑えてますよ。皆さん安心して見てください、はい、全部見てます、はい、ということでまた次回英語なるべく日が近い間に、はい、シャープ3が公開されますので、はい、ぜひお楽しみに、はい、この動画良かったなと思っていただきましたらぜひグッドボタンよろしくお願いいたしま す、はい、チャンネル登録やコメントも、はい、どんどんお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いしま す、はい、します。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。